してもやたら長い時間調整だったな。いいのいいの。ああ、はよ変われ。どんな味なんだろう。超ハードル上がったからな。覚えとけよ。そりゃなんとなくはチェックしてたけどさ。いらっしゃいませ。あんあんあんこを一つくださいな。あんこお一つですね。当店はこしあん仕様となりますがよろしいですか。はい。お待たせしました。お一つでお会計税込み170円となります。どうも。暑いので気をつけてくださいね。お客様？あ、すみません。とても美味しいです。恥ずかしすぎる。知り合いとかに見られてないよね。なんか変？
どうしよう、何も考えられない。これって迷子？やだ、そんなわけないじゃない。おやつタイム前だ。なんで空がピンクなの？待て、落ち着け、落ち着こう。美味しすぎると思ったのはそのせい？なんじゃこりゃ。あれ、たい焼き屋さんは？どうしよう、どうしよう。Perdono, mi ne comprenas, kiun vi diras. Excuse me! Ne gravas.めげた。はい、すみません、引っ込みます。Thank you.
治療不可の病気とかだったらどうしよう。大丈夫だ。今のところ変化なし。やばい、私ずっと取られてたりする？あった！ないない、本当に大掛かりなセットだったとしても、ボーネンターガン。Ĉu mi povas helpi al vi? カメラはどこ？どこ？シーポ？シパーノ？カメラってキャメラだっけ？Estás loca. ¿Quién estás vía, nomo? ¿Quién vi lojas? ¿Chu vi perdis la vojon?Ĉu vi parolas la lingvon Juliamo? Juliamo? Yes, Juliamo.
Ĉu vi ne estas korespondanto? Mateo? Kio? Anata, ima sakki yes tte iwanakatta? Yes? Eigo tsujiru ppoi.
高校です。え？あ、あれれ？ボンボルー、エンベーニー。近所だからちょっと立ち寄ったとか？はあ、ちらっと見た駅前も微妙に違ったからな。にしても何してるのかな。だからこっちが電波通じてないんだってば。疲れた。今何時？6時か。そうだ、私いや、待て、二度寝？6時？
て。じゃあ、ありがたく使わせてもらうね。お風呂広い。え？お湯まで準備済み？よし、まずは体を洗うぞ。この泡でバスタブを埋め尽くしたら楽しそうだな。これからどうしようか。よしよし、うちがそれほど遠くなかったら今度は私がルカを招待して。ボナンマテーヌ。あ、ルカ？だったらすぐに済ませて出るから、ちょっと待っててね。さすがにそれはないね。よかったよかったって。ん？キエルヴィファルタス？その、あんまり見ないでもらえると嬉しいかなって。ふふん。いや、だからね、ありがとうね。ありがとうね。いろいろ
気を使わせてごめんね。色、いい色？キーよ。ごめんね。パルドーヌ？日本語でパルド、何？わかる？日本語？わかる？イエス！日本語訳！パルドーヌの意味って？イミーテ？イミーティ？もしかしてパルドーヌって髪を洗うこと？パルドーヌの意味知りたいだけなのに。意味、パルドーヌ意味。ごめんです。え？日本語、ごめんなさいがパルドーヌです。またはパルドーヌです。じゃあありがとうは？日本語ありがとうは？ありがとう、ダンコンです。ルカ、その、ダンコン！ねえ、ダンキンデ。その、ねえ、ダンキンデって？いたしましてです。あ、実際すごく近いわ。ベラドルソ。なんかさっきよりも視線が。聞いてもいい？日本語のいいえは？日本語いいえねです。じゃあ自分のことは？自分のことは？ああ、日本語の、わ、た、し、は？自分、私、み、です。みか。あなた、み、です。ゆとかじゃないんだ。ゆ？
マアクフォです。え、何それ。熱いバルメーガ、水アクフォ。ん、微妙に違う。暖かいワルマ、熱いワルメーガ。暖かいと熱い、同じお湯でも差があって当然だよね。じゃあぬる、うわあ！Por vi。 全然わかんないけど、何これ。え、玄関の鍵？オムレート朝、レゴマサンフィッチョ昼。ん？これはオムレツだね。こっちは？ねえねえ。ミヌンデヴァスアキリ、チスラ。さっきまでここにあったのと、って、もういない！はぁ、参ったなぁ。泡まみれのまま湯船で、とか、びっくりだよ。Ĉu komforta estas la varmeco? それ、日本語だと？湯加減、どうですか？まさか、それを言ってみたくて無理やり湯船に入れたの？ん？気持ちいいですか？うまく説明できないから実力行使に出たのかもな。それにあの後も、お背中流しますか？え、湯船の中で？いいよ。ボーネトゥルヌヴィアントルソンアルミ。ちょっと、違う違う、今のいいよは遠慮の意味なの。あ
ですか？いやいやいや、私肩とか凝ってないから。ん？お父さん？せめてルカがいるうちに済ませたかったな。だから私に鍵を渡したのか。ご家族も日本語がわかるのかな。ダメだ、そろそろ限界。何時まで待てばいいんだろう。やっぱり作り直してくれたんだよね。でもこれを食べちゃうと。寝る。絶対に誰かに起こされるまで寝ちゃう自信があるぞ。よし、行こう。なんでもう夕方なの？あまり深く追求しちゃダメなんだ。似ていなるってのが厄介だ。駅名が読めそうで読めない。見たことないのばっかりだ。きっと海外旅行とかしたらこんな感じなんだろうな。じゃあ100円玉で。戻ってくるぞ。こりゃまた嫌われたもんだなと。Du bist Evelestas Visitant?
Wir haben es morgen, Junge. Kommenasa, pardon. やだやだやだ。本当に？私がベンチを温めているんじゃなくて、ベンチが私を温めてくれているとか？私の知ってる世界じゃないよ。バカバカ、認めんなよバカ。気がするけど、やバッテリー切れ。これじゃ時間が。生活終了。ル
ルカにお礼言わなきゃ。って、それはずうずうしいだろう。私たちです。
え？ニッカ？ねえ、パルドーヌ。ニ、シグニファス、トゥ。一、うぬ。に、と、三、три、四、квар、五、квин。ああ、待って、そんないっぺんには無理。話していたっけ？確か、いつ出かけたって聞かれて、って、ルカ、その、出かけたわ？出かけた、エリーリス、です。そうすると、イアラウヌア、タグメイゾ、エルイリス。ネクレデブラ、メモルカパブロ。通じたのかな？バネーゲ、リン、すごい。合ってた？今ので合ってるの？Yes, vi tre bone comprenas. でも、ダメです。Mi timis, ĉu okazis ia akcidento al vi? Akcidento ってアクシデントのことかな？心配した。いやいや、そんな真似絶対しないから！ねえ、こっち見てくれる？本当に、パルドーヌ。ダンコン。
便。誰？お母さん？リン。あ、ごめんね。こんなところで寝ちゃって。リン、起きて。起きるよ。でもね、もう少しだけ待って。起きて。朝です。起きて。ボーネルムテーノン。待って、もう、ん？ルカ？ヌ、キエルビファルタス？そっか、まだこっちなんだ。ん？なんだ？うん、なんでもない。ごめんね。マテンマンジョエスタスプレータ。朝ごはんです。うん、先に顔を洗ってくるね。どうすればいいんだろう。ヴィジタント。リン、別の世界から来た。どうして私がそのヴィジタントだと？ヴィジタント、ことの葉、違います。ことの葉？それ、言葉っていう意味だよね。Yes。ことの葉、言葉です。ヴィジタント、みんな言います。空、色、お菓子。ソラ、あのママ、朝、昼、夜、あのママです。ま、今はこっちが優先。グーテンアペティート。いただきまーす。あたしのテーブルマナー大丈夫かな？
家事、どうですか？うん、美味しい。ジュベーレ、本当？ああ、イエスイエス、とっても！まあ、ダメだ。この子何やっても可愛いわ。今日、学校、休みです。そうなんだ。で、それは？リン、ユリアーモ、知りたい？その、ユリアーモって、なんだっけ？ユリアーモ、みんなの、ことの葉です。あ、ぼ、ぞ、ちょ、ど、え、ほ、ご、ちょ。これって、この世界の文字だよね。私や、リンの文字です。わかる？読めますか？いや、予備知識ほぼゼロの人間に聞かれても。読み、違います。これ、どう読んでも、ロイのとしか。ねえ、それ、文字の読みです。単語、違います。ああ、アルファベットの APP は、A, P, P だけど、アポンの時はアポンみたいな？難しい。ことの葉、わかりません。なんか、騙された気分よ。これが普通のアルファベットだったらな。その隣は C だとしても。
E、F、G。いや、もう決定でもいいや。私、超がつくほど感覚派だからな。練習するね。
チャンス。リン、キウンビプレフェラスチューポムスーコンアウオランジスーコン。練習終わり、出かけます。え、どこへ？本番です。リン、早く。え、私も一緒に行くの？私は運が良かった。なの、私そんなことする子じゃないって。パルドーヌ、リン、ごめん。はあ、セーフ、助かったよ。ごめんね、ぼーっとしてて、ルカの姿見失っちゃった。ネゾルグ、ヴィネエラーラス。ダメだね、私。その上、ルカまで疑ったりして。
にマルシュマノンエンマノン。ルカ？安心して。そうは言われても、って、うわぁ！待て。でも、あったかいな。駅前通らなくても、ここに来られるんだ。会うんだってば。参ったな。ボンボールレラシビン。レゴモ、フィッシュ、ビアンド。レゴンヴェンデヨ、フィッシュヴェンデヨ、ビアンドヴェンデヨ。パーノ、クッコ、ヴィズブーロ。パンヴェンデヨ、クックヴェンデヨ、ヴィズブルヴェンデヨ。その、ヴェンデーヨが、店？店？ Yes！ でも、いつも、こう、言います。パネーヨ、クケーヨ、ディスプレイヨ。パネーヨ！チュビヴォーラスマンジパーノン？お腹すいた？パーノ、食べたい？いえ、なんとなくこう、ね、ノリでつい。あのさ、もう一度いいかな？Yes. パンヴェンデヨがパニーヨです。クックヴェンデヨがクケヨです。リズブルヴェンデヨがリズブレヨです。La vort radico estas libro. Do libra plus eo farigas libreo. あそこ、あの店で飲むものは？カフォ？そう、それ。
Perfecte! Lin, atama いい。はぁ、ギリギリ通過ってとこだよ。Horloĝo estas tre grava. お目当てのものがあるの？Vi ne posedas horloĝon, ĉu jes? なーに？もしかして、あたしを財布にお買い物とか？ほら、これ使えないでしょ、ここでは。ミアチェートケイドナーツホロージョンアルヴィ。すぐ戻る。あ、うん、焦らなくてもいいからね、ごゆっくり。みん、どうぞ。それは私の世界の話だし。手続きします。手続き？
手続き、ビゼタント、登録。なんか緊張してきたぞ。Bonvol esti silenta. Pardon. Ĉu vi estas la fama fraŭlino Lin? Estas japano. Mateo! Bonvol konstati. Estas tre agrable konatiĝi kun vi. Kore ga estas tte, kono vi tte, anata no vi kana? Presentu mi mem. Mi nomiĝas Lei, Lei Arbalo. Lin! Lei! Nakayoshi? Iaia! さっき図書室で会ってここに連れてこられただけでまだ名前ぐらいしか知らないの。っていうかルカがいきなりいなくなって困ってたんだからね。こりゃ参ったぞ。
商店街でたい焼きを買って食べた直後に、だからどう説明すればいいんだろう。たい焼きって何？たい焼き？イエスイエス、こうもちもちの皮で中にあんこが入っているの。ん？もちもち？パルドーヌ、いらない紙をもらえますか？スパーロ？ミッボーネコーナス、ジェスタスヴェンダータエンラヴェンデイアストラートチュネ？イエス、トレボンコーステ。で、それを私は食べた直後に、Should we complain a scene? Lin. Yes. Fiestas charma. Martorafe. これでビジタントだって分かってもらえないと。これは？なんか封筒に番号が振ってある。入ってるんだろう。で、これ？これ、普通の日本語？私にはこの文って、あれ？なんだ、この文字。Bonvol malfermi ankaŭ la aliajn kovertojn. Lin, hokano.
全部見て。これほとんど漢字ばっかり、なんか中国語っぽい感じ。漢字、漢字。ああ、うん、別にギャグとかじゃなくてね。私にはこの文章がわかります。なぜならこの文章は私の世界に存在する日本と呼ばれる国で利用されている言語で書かれたものだからです。日本語は主に漢字やひらがな、カタカナと呼ばれる文字を使い、場合によってはアルファベット群を古字音に当てはめたローマ字と呼ばれる表記も利用されます。また同じ文字表記でも発音の仕方で意味が変わる単語や、他の言語には少ない敬語表記が存在するなどの理由から、習得が難しい言語の一つに挙げられることがあります。リン、これは表現の幅がある言語とも評価される反面、言葉の曖昧さが意図しない解釈へとつながり、誤解を招きやすいとも。国際的に日本語が利用される機会を特定の分野に限られることが多く、自分でもよくわからないけど助かりました。
んとなく円マークっぽさがあるね。無駄遣いは控えよう。03から06までは細かい規約だからパスして、問題は次か。ルカがプリゾルガントで、私がヴィジタントの関係。にしても、なんでプリゾルガントになってくれたんだろう。最初に声をかけたから責任を持って面倒を見ます的な。何も考えず無条件で助けるわ。勉強中なんだろうな。よし、決めた。これ見せて殺す言われたんだよね。ん？今更だけど、この後ろが赤いのって。少しは見慣れてきた感じもするし。偽の W が棒。次の難関は F と G の位置にある文字だよね。そして QWXY にあたる文字が存在しないんだよね。あとは帽子付きの文字か。ロとロ、L と R の関係。
どれだったかな。あ、これだ、これこれ。ローマ字読みで五十音並びって感じかな。さ、し、す、せ、そ、で、ざ、ぜ、ず、ぜ、ぞ？ん？他行の、て、と、も、ち、つ、じゃないんだ。だ、て、ル、で、ど、の濁り感が高いのって、あと、ハ行が多すぎでしょ。バ行とパ行の必要性はわかるけど、は、ひ、ふ、へ、ほ、が謎すぎて、扱いに困るな。マ行は、まあ、よしとして、なんで野行のお頭が J なのよ、よ、よ。ん？順番的にラ行の次って和行だと思うけど、まさかこのうわ、うい、う、うえ、おがそうなの？だとしたらあれだ、ルカの私の発音はこれだ。私、私、私って感じか。理解。でもこっちのツアは理解しづらい。感覚的には CA の発音ってキャなんだけどさ。ツァ、ツイ、ツ、ゼ、ツォ、と。こればっかりは体に覚えさせるしかないっぽいね。うげえ！これは見た瞬間にあかんってなるパターンだ。半分が赤文字とか覚える気力が根こそぎ奪われるってば。赤だけにあかんとかダジャレを思いつく時点でアウトだよね。見事なぐらい集中力が切れました。チーン。まあぼんやり眺めると法則性は見えてくるっぽいから、あとは使う時が来たらその場で覚えよう。それがいい。というわけで、いっぺんに理解しようとか絶対に無理です。ルカが書いたものってだけで価値がある。まずは復習も兼ねてルカに教えてもらったありがとうダンコンからかな。で、次のが、ね、断金で、で、どういたしまして、と。断魂と、ね、断金で、文字で覚えたぞ。このイエス・ゼルテがその通りと、何が何でも否定したいときに、ゼルテ、ねって感じかな。
あとはこれボーネも覚えておこうと。ボーネボーネボーネボエ。この雑貨、ラ、なんだ。まあいいや、とりあえずその場のノリでつけてみよう。ここまで来たらもう引き返せないぞ。何を買おうかな。満足してどうする。よしよし、じゃあ本番行ってみよう。ボンベーロン。いらっしゃいませ。似て非なる世界か。英語はニーズがあって、日本語はニッチと。そうそう、こういうやつ。でも旅行先を探したいわけじゃないから。
ボンボールモントリアーミンビアンイデンティギーロン。あ、プリントにあった例文そのままの応対だ。ダンコン、トゥーチ・ブランカ・リリオ・コスタ・セプゼント・エヌイン。セッビジタント・ベゾナス・パーギ・ノール・ドゥ・オーノン・デラ・プレゾ。お金ならあります。この世界での350円はトリツェント、クヴィンデク、エーノイ。とりあえず勉強の実践はここまで。